ちょっと待った。だからさ、ちょっとじゃあここから始めようって形作ってもらって、はい、できたらできましたって言って。できました。できて、あ、分かった。じゃあでもそこから行くと絶対負けるよね。あ、まあ負けるんですよ。じゃあいいですか。騙されたと思って、じゃあ左手は襟握っとこうか。そうですか。そして右手で膝と手止めとろ、はい、で多分阿部さんの考えとしては、相手の手と自分の顔が遠い方が取られんと思うよ。でも次の瞬間その右手離すわけだからさ、そこで取られるに決まってるわけよ。だからいいですか、はい、だからびっくりさせる。袖と襟握っといて、はい、握って、袖も握って、はい、じゃあまず自分の右手の甲に自分のおでこ握ったまんま、おで自分のおでこつけちゃおっか。おお、そっから行きな。だいぶ近づきましたね。おう、それなら入れよう。今遅れたろ相当で、今入っちゃったけど、それは阿部さんの、あとは阿部さんの、おでこと中渡さんの腰がバッ、そっからじゃなくて、起き、ちょっといい、じゃあ中渡さん首すくわないで、で阿部さんゆっくり起きてって、さっきのやり方で袖と襟握って頭をぎゅう近づけて、おう、そっからおう、の右手離していい、そこで、じゃあ、分かった、じゃあその角度、あ、いや、止めといて、でその角度は正直まだダメなんですよ、でもちょっとやってみようね、うん、で阿部さん、ぎゅうぎゅう頭を相手の腰につけて、ぎゅう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 、でもその角度だったら中渡さん、その左手、ほほんって入っちゃうよね、入れていいよ、そこから入れたか、まあいいや、まあ、とりあえず入るよね、戻して。でどうしたらいいんだろう、ね、お尻もうちょっと下げよっか。尻を下げる、こっちですか。脳天をちゃんと今こうちょっと俺の方見れる、このこめかみぐらいしかついてなかろう、うん、のだというのはこ俺ちょっとこっから入れる、こっから入ってくるんで、あ、頭がはみ出てるから、あ、そう、そう、脳天までつけちゃうとこうなると入れづらくねえか。これは入らないですね、うん、そしてでひょっとしたら入るのたそ確かにその首のとこから入れられるわけね、うん、だからでもそれ入れるときちょっと下がるはずだから、もし下がったら押し込みな、そしたらそこも入らんはずだから、そしたらほら怖くなっただろ、うん、で動くな、止まって、あ、止まって、うん、今そこからもっと追い込みたいんだけど、そこから追い込めないね、なんでかしたら左足が伸びきってるからね、だから左か、うん、ケツに近くそっかな、あ、こっちだよ、で親指立てて、おう、で、起きな、おう、これなら強いだろ、足大丈夫だった、なるほど、あ、なるほど、だから、うん、そういう風にすればいいんじゃない、うん、はい、入っていきます、うん、こうですか、たうん、もっとさらに言うとね、それ、中渡さん嫌だったら立っていいよ、立たれるとまたなんか違う話になっちゃうでしょう、うん、で、戻って、だからこれね、実はね、右手めっちゃ重くして、安倍さんはね、右肩浮かすぐらい右手重くして、おほわ、だから中渡さんもう立てんだろ、ここでやっと初めていいんすよ、おお、これ困ったでしょ、本当になるほど、そう、右手ぶら下がるんだよね、こうか、おう、こう、だけどそうせんとね、ただ引っ張ってるだけ、自分の腰を重くして引いてるだけだったら中渡さん立っちゃうんで、まあ、別に立たれても僕登りできますっていうのはそれはそれでいいんだけど、うん、そんぐらいの体重差があってそこまで組手作ったらそこでぶら下がられちゃうとね、もうどう結構どうしようもないんだよね、こうやって腕伸ばしたままがいい、伸ばしたまんまでいいんじゃない、だって肘、ま、肘も上げ腕曲げると肘が先についちゃうじゃん、ああ軽くなる、だから軽くなるというか自分の肘が重くなるだけなんで、そう、もうそれはすごく嫌だと思うよ、まあ、これ右足がすごい邪魔なんですけど、これで抜くんでしたっけ、え、外していいよ、だってもうタックルするんだから、うん、これでいいんでしょ、うん、だからね、あとちょっと言うと、だから多分この右足が深く入ってないと怖いと思って深く入れてると思うのですよ、でもそうするとはみ出るんですよ、頭はみ出るんですよ、ちょっとカチンって邪魔、これで剥がされるわけだ、だからやっぱりこう、なんかグレッこうつま先で二重絡みしとけばそんな深くなくていいわけよ、だからこの隙間が空いてるとこう垂直に近くなるわけだな、はい、
これだとあの剥がすの大変でしょ。そうですね、うん、ちょっとこっから入れてきてもらう。これか。あ、だからさっきこうなってこうなったわけかな。ああなるほど、入れてきて、まあ、もし入れられたら右手でこいつ止めて、うん、ここでもう一回入り直せばいい、うん、俺はそういうことするけどね、うん、さっきも俺それで入れられたわかんないけどやる。あれすごい大あ多分大事だと思う。足はグループタイプですね。うん、やっぱいいんやろかな。そうですよね。いや、それはそうですよ。だっていや今まで怖くてこうすんごい深く絡んだ距離ができるから自由度が上がると思うんかもしれないですね。確かにそうだ。すみません、近いです、うん、これ頭を先をつける、うん、タックルいくときどうしてもそう、あの右手取ったものだとタックル弱くなるんで外すでしょ。でそこで手が入ってくるわけよ、うん、手が入って倒せるんならダメだったらまた右手で止めて、そうここでもう一回やり直す感じでね。多分その系統ですごい大事なのはこう相手の膝を抱えてるでしょ、はい、これどうしようと思ってる。相手の膝をこう抱えてて、できれば向こうの膝もピッとして支えがないようにして倒したい。そう、では今わしが聞いておるのは相手の右膝をどうするのかということを聞いておる。で中田さんどうするか知ってる、その膝。安倍さん正座してもらっていい。安倍さんどっちの足、どっちかの足上げてもらって、まあ、軽く取ったと、外側からくるっと巻いて取って正座的にして安倍さん、まあ、それそっから中渡さんはそこから倒すのとか好き。うん、そうですね。向こうの足取れる。あ、取れる。あ、取れるんだ。ちょっと俺にやってみようか。僕取れない。うん、そう。あ、こっちですね。こっちですね。ちょっとやってみようかな。あの、そう、左手外すのは良くないね。こういうのどうする？こっからどうするか知ってる？うん。藤田さん、なんかあまり知ってる人って、知ってる人はあんまこういうのしないんで、俺もあんま現実視やらないんだけど、こういうのどうする？こういう。後ろの方に。ああ、なるほど。あのね、ああ、ちょっと先に、この膝が大体この辺にあると思うじゃん、相手に。これね、自分の股の中突っ込むんですよ、ここまで。この膝をここまで突っ込むつもり。ああ。なんか嫌じゃね。ああ、なるほど、うん分かった。今よく見えたでしょ。ここまで引くと、うん、なんていうの、まあ、腰が近づくわ。で、俺が動かなければこう勝手に押されるじゃん。この骨が頭だとしたら。だから、うん、大体の人はこれは膝はここで止めてうーんとか押すんだけど、だから左足上げていいよ。左足を向こうに伸ばす感じ。これでうわめっちゃ重いみたいになるわけよ、うん、だからこう、まあ、いろんなところからこういう形になるわな、うん、これもダメな。こう肩口と膝を合わせるような、これもどんどん重くできるよね。これではない。だからこっから言うなれば、まあ、相手の膝ごとつけて、こ、まあ、なんちょっと手痛いんだ。こう、あ、自分が動く、うん、こうするつもり。お前の膝ここに動く、俺と、うん、そういうつもりで僕はやりますね、ほら。今ちょっと、まあ、俺が動こうとしたけど、でも膝が動くんで、相手の方が崩れるんだけど、ちょっといい？やってあげよう。何かの弾みでこうなった。これダメなんですよ。これ効かんだらよくあるよね。そうなんだよ。これ、相手の膝を自分のこの下っ腹の方に寄せるから崩れるし、これで届くだろ。うん、まあ、相手寸法次第だけどね。こっからこれはもう届かんわけよ。ちょっといい。こっちだけど、こうなったとしてこっちできるから。だから、
相手の膝を自分の下腹に置き、自分の頭をグイッと上げると思う。そしたら勝手に俺の頭とか肩が相手のこの、あの上腹部を押すから、そしたらこれで押せるね。こういうふうにやるの、あそこからのタックルはね。うん、で、阿部さんとかは重くて体大きい人がそういうのを知っちゃうと、かなりちっちゃい人は困るはず。武器になるんですね。うん、すごい武器になると思うよ。嬉しそうだね。ちょっとやってみて。いいですか。はい。お願いします。あ、ここから一度。ちょっと忘れたくない。パス。この後。一回組んだ方がいいと思うよ、手を。その前に。この状態で、うんうん、で、右手が手のひらが天井、左手は手のひらが床、うんはい、でそう、相手の膝が自分の下っ腹に来るぐらいガポンって引いちゃう。頭下げない頭下げたろ。頭上げてごらん。頭上げたらもっと崩れるから。あ、手組んで頭上げながら、お尻は下げたまま頭上げながら相手の膝を下っ腹の方に学校を置く。頭下がるね。お、下がってます。いや、勝手に崩れるからそうなの。いや、そんなことない。これ上がってる。そこまで上がってるんですか。多分この方が困ると思うんだけど。胸も反らすみたいな。もちろん。あ、そういうこと。カップルですか。お、騙された。うん、その方が。あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。その方がええだ。この方が強いですね。あの、だって浮かされるから崩れるわけで。ああ、そう、なんかこうだよ。こんな感じ。そうなんですね。あ、そうだよ。ああ、だから、あの、もっと言うと、じゃ体の動きだけ言うと、あの、ここで止まらないで、こう、あの、こう、下っ腹をここに、こういうつもりでいくともうどうしようもないわけよ、相手は。あの、こんな骨になったものがケツの筋肉でバコン来られたら一番効くわけね。一番強いからね、お尻がね。なるほど、うん、まあちょっと相手の足首が変になってる時に やっちゃうと怪我したり、膝怪我したりする危険があるからあれだけど、でもね、打ち込みの時はちゃんとそうしないと覚えれないかな、はい、覚えるっていうか理解できないかな。足をこうあれしたらどこでやるんですか。それでいいよ。これでいいですか。はい、そこでもう、ここに、うん、こうしてって、ここでいい。足も伸ばしても構わん。あ、そうです。うん、でもまあちょっとそれは後でやろう。あの足取れた話、取れたところからちゃんと倒すことをまずやってみよう。今それを喋っている。練習しますか。大丈夫です。はい。やりますか。やらなくて大丈夫ですか。どうぞ。あ、その時点で中渡さんね、もう膝をできるだけ相手の両膝を相手の膝に近づけてごらん。そう、そこから始めてごらん。どうしても押しちゃうな。あ、押しちゃうというか頭が下がってるってことですか。じゃあ、脳天天井に向けてみて、どう言えばいいのかよ、わかんない。ぐっと胸も反らすんで、お尻はゆく、あ、そんな感じかな。ああ、なるほど。なるほど。押せた。いや、すみません。うん、あ、そっと。うん、で、まあ、やっと。うわ、来る。うん、始めるときに、そう、なるだけ、ここはどんぐらい低くても構わない。ここから、こう、下近づけて、こう、行く感じ。うん、そう、膝の位置でそこから押し始めるのが起点になるから、最初伸ばしてね。うん、何か手は浮か、あの、俺がさっきついてって言ったからいろいろ悪かったんで、じゃあ浮かしていいから。ああ、はい、浮かしてこうフレディドッグみたいにピョンってなって、多分だけど、はい、この系のは引くのか押すのかよく分かんないんだよね。引くのはミクロにこうなんだけど、でもどう考えてもマクロに押す方が決定的に大事なんで、この場合はよ、片足タックルとかじゃなくてね、はい、
で別に いつ、足の翻し方は多分こう足曲げてれば曲げてるほどよいしょってこうケツを超えるために超えるために上がらんとダメでしょ。だからもうあのこれでいいよ。ああ、うん、入れ替えてくる。うん、だから、あ、ごめん、申し訳ない。あ、それもそう、それも慣れたかった。はい、これが、この手が入るさえすれば、これでいけるんで、うん、これ前教えていただいた、横四方から上四方に行くときに、あれその同じ原理、うん、同じ原理です、うん、覚えた。